路地の家の畑の中央にあるムサドワーフじゃない、ムサトールナンはと、その周りの沿道と空豆などで立体レイアウトについて説明したんですが、ちょっと簡単に説明できるペットボトル栽培を作りましたので、根の立体レイアウトについてもうちょっと説明したいと思うんですが、これはペットボトルの口の方をカットして畑の土を入れただけなんです。そこにですね、一番深いところにここで育てているブラジルミニトマトの苗を一本まずここに寝かせ植えしてあるんです。根はこんな風になってますから、一番低い位置に根が存在しています。その次に植えたのが、それより 2,3 センチ上のところにこのミニレタスを畑から掘り上げて植えたんですね。そうしてさらにですね、もっと高いところにこのマーシュ、コーンサラダを乗っけて、その周辺に土をさらに足し増ししたんですね。ですからここから見ますと、根が一番深いのはこのブラジルミニトマト、2番目に深いのがミニレタス、そして最上位に根の位置があるのがこのマーシュ、コーンサラダなんですね。これで収穫はコーンサラダがおそらく一番先で、その次は葉っぱを変えていけばこのミニサラダが上の方に伸びてきてですね、それを手で折るかハサミでカットするかして何回か収穫するわけです。そうしているうちにこのブラジルミニトマトは成長してきますから、こんな風に背丈が伸びてきますから、最終的にはミニサラダが2種類育って、多少食べている間にこのブラジルミニトマトが春に向かって成長してきて、そうして寝かせ植えしてあるものの根は下にも伸びますし、おそらくこれが成長してくるとこのままこの苗をペットボトル栽培で続けるとすると、下の方に根がいっぱい見えてくると思います。例えばこちらのカラーコーンですね、の根みたいにですね、外から観察できるぐらいいっぱいに広がってくるだろうと思うんですね。ちょっとしたペットボトルで土を入れてミニトマトを栽培しておけば、1月の初めでもこんな風に花が咲いてくるわけですよね。こちらも花が落ちましたから、ちょっと実が出てくると思うんですがね、これはチャドウィックミニトマトですね。もちろん地植えでたくさん収穫するように栽培すれば一番いいですし、
まあ、地植えではトマトの実が雨に当たって割れるというのであれば、私の場合には口径30センチメートルの不織布ポットに育てたトマト苗、まあ、これは愛知ファーストですが、冬でも、まあ、ここは霜を受けないサンルームですから、ゆっくりですが徐々に大きくなってきていますよね。あと上の方の花もしぼんできていますから、今に実が出てくるでしょう。これなんかもこちらの株も実をつけてきていますし、こちらもそうですね。これらはすべて口径30センチメートルの不織布ポットに畑の土と山のゴロ土ですねを混ぜて入れて、特にゴロ土は下の方に入れてあります。大きめの石がゴロゴロしていますから。そうして作っていた苗を植え付けて、あとは水をやっているだけです。あとは何もしません。まあ、支柱を立ててくくりつけてあるだけで、それ以上は何もしてないんですね。まあ、狭い場所を上手に利用する。そしてまた家の畑の盗難はとエンドウとそら豆の共生区域を作る場合でも、水平的な立体、水平的なレイアウトだけじゃなく、垂直、特に根の位置の垂直レイアウトにも配慮すれば、こんな小さなペットボトル栽培でも3種類の苗を育てて、いずれ収穫にまで結びつけられるということですね。畑のレイアウトというと、一般的にはいろいろな栽培所でも取り上げられていていますが、大体は水平レイアウトが9割以上、10割近くはほとんどがまあ水平レイアウトなんですがね。私はバナナを、特にバナナを栽培してから、バナナの根とその他の野菜とか果樹の根がどう絡み合うのかというのを結構観察してきたので、垂直レイアウトと水平レイアウトを上手に組み合わせれば、畑いっぱいにいろいろなものを植えて育てることができるというふうに気がついたんですね。あとこんなちょっとしたシェルフの棚でも、ペットボトルや不織布ポットを適当に、まあ、びっしり置いてもですね、それぞれの容器あるいはポットの根茎環境ででも、バジルやイチゴやトマトなどが結構育ち、また収穫にも結びつくということなんですね。あと、まあ、これらのレタスとか、それからラディッシュとかはもちろん収穫するんですが、その他に場所が余っていればですね、ペットボトルに畑の土を入れておいて、そうして例えばペピーノの水差し苗で発根したのを確認したら、こうやって刺して地植えする前の、あるいは大きめのポットに植える前の育苗期を過ごしてもらうというふうにするわけですね。あともちろん
さらにシェルフにポット、土を入れたポットを置いておけるならば、このように、まあ、これは愛知ファーストを発種して出てきている苗、双葉苗ですね。発種ポットとか育苗ペットボトルとかあれこれ目いっぱい置いても特別不都合は生じないんですね。まあ、いつでも私はジャングル、人が入らないジャングルのことを思うんですが、ああいうところでいろいろな、まあ、動物は別にしていろいろな植物がですね、絡み合いながら生きている。で、水平だけじゃなく根がおそらく重層構造になっているんだろうと、いつでも垂直レイアウトには思いを馳せてきたんですね。人間だって地下室を持っている人もいれば、2階建て3階建ての家を持っている人たちがおられますでしょ。そして横にもいくつか部屋があってと、レイアウトというのは水平垂直、まあ3次元的にレイアウトしてこそ人間の生活にも便利な住居になるんではないかと思っています。まあ私は残念ながら地下室も持っていませんし、2階はまあ家内が使っているだけで、私は2階は使っていませんので、住居の立体構造というのはあまりうまく個人としては利用できていないんですけどもね。まあこういうふうにしたいという食べるハウスというものを考えた時に、大きなハウス、温室じゃないですよ、ただのハウスです。大きめのハウスを作って、その中に寝所、寝室をこじんまりと作って、そこで寝たり、ヨーガの教材を制作したり瞑想したりして、あとはそこから出るとハウスの中で、まあこのようないろいろなものを冬でも栽培できる。それから、まあ、ここは小さいサンルームですが、そこから出たらですね、外に出れば露地栽培のガーデンがある。まあ、そのような、もちろん家でしたらば屋上菜園とか、まあ水平垂直の立体構造的なノーアルヨーガ生活というのは沖縄に行く前からずっと考えていて、いつかやってみたいなと思っていたんですが、まあ資金力も必要になりますんでね、できませんでした。まあ残念ながら実現することはできませんでした。まあ私みたいな暮らし方をする人間にとっては、大きな露地畑と、それからほどほどの大きさのというか、まあ結構広い温室じゃないハウス、その中にまあトイレ、シャワー、あるいはトイレ、バストイレ、そうして簡素なベッドとコンピューターを置ける場があれば、私はそれだけであとは何もいらないというような暮らしをしてますんでね、そういうのが理想だったんですが、まあ家内の方は
まあ、そういう暮らしは望んでいませんので、昔建てた家と洋画の研修道場が一体になった家の空いてるところを使って暮らしているだけなんですが、まあ、最終的な目標は己の出所への帰還だけですから、現実世界でですね、できない夢があったとしてもそれはそれでおしまいでして、最終目標の人生の一大事、自分意識の発見と解消だけに取り組めばいいのだとは理解納得しています。まあ過ぎ去ったことは全て夢で、過ぎ去らなくても現象世界は夢の中の夢の戯れには違いないと思っていますんでね。